家好，欢迎大家点击这个短片，跟我一起来玩《萨尔达传说：旷野之息》中文版。那今年是2019年的第一天哦，我有点小感冒。那我们很高兴的收到了 Ian Sam 的留言，他说每一个音节还有隐藏的对话哦，这样子。那我照他的方法去看了隐藏对话，那我们就来看看。首先从这个大象神兽这边来看一下哦，隐藏的对话。リンク、一緒に魔物を退治した時のこと覚えてる？第十三に住み着いたライネルのせいで里のみんなが怯えていた時、あなたが来てくれて二人で一緒に戦って、覚えてないかな？ねえリンク、100年前の里での思い出、どのくらい覚えてる？ゾーラの鎧があなたにぴったりだった理由とか忘れちゃったかな？思い出してほしいこといっぱいあるけど、思い出せなくてもそれは仕方のないこと。でも私は忘れないよ。リンク、もしいつかどこかであなたが私の日記を見つけることがあっても、絶対に読まないで。あ、大きな声出してごめん。でもお願い。もしゾーラの里に行くことがあったら伝えて。お父様にごめんなさいって。シドに頑張るんだよって。そしていつか姫様に、あなたともっといろんな話をしたかったって。それから、ううん、なんでもない。やっぱりすごいね。私は何もできずに、あいつに倒されたのに。今のリンクなら、ガノンにだって負けないと思う。私の祈りもあなたを助けるから、だから救ってあげて、あの人を。然后是风之神兽，这是大鸟神兽隐藏对话。また来たのかい？ところでさ、君リトの村に行ったよね。様子はどうだった？ここから見る分にはみんなうまくやってるようだけど、まああれから100年経っちゃってる。僕を知ってるやつはもういないだろう。でも気になるよね、ふるさとだからね。ああ、後悔先に立たず、君と僕とは100年前に戦っておくべきだったよ。リトの村に現れた君とこの僕との一騎打ち、それはつまりハイラル最強の騎士とリト族一番の戦士による世紀の大一番ってことになるんだぜ。勝っても負けても君とは決着をつけたかったよ。君もしつこいね。まあちょうどよかった。
もう一つ言い忘れていたことがあるんだ。もしもどこかでリトの戦士リーバルの日記なんてものを君が手に入れたとしてもだ、それに書かれていることは全部デタラメだ。そいつを書いたのは僕じゃないからね。いいね。君も頑張るね。ああ、そうだ。あの姫を助けた後に、あんまり僕のことを聞き出そうとしちゃダメだよ。いや、姫が何を言ったとしてもだ。もう100年も前の話だからね。さすがに姫の記憶も曖昧なんじゃないかな。おや？また来たのか。薬剤ガノンに向かう前の訓練ってわけ。まあ君がガノン討伐を不安に思うのもわからないじゃないけど。あれ？ひょっとして僕のこの美声で激励してほしくなったとか。それもまあわからないでもないけど、僕が見守ってるってだけで十分だろ。然后是雷之神兽、骆驼神兽这边的隐藏对话。見てたよ。もうあんたに言うことは何もないね。あ、そうそう。もしどこかで私の日記を見つけたら、いつかおひいさまにも見せてやっとくれ。私の友達、あの子の母親について書いてるところがあるからね。あの人は娘を残して早くに行っちまった。さぞ心残りだったろうね。また来たのかい？もうあんたなら大丈夫だよ。それはそうと、一つ聞きたいんだけどね。あんた、ゲルドの町に行った時、どうやって中に入ったのさ？まさか、またあの格好をしたのかい？あれ、100年前も似合ってたよ。おひいさまにも見せてやりたいくらいにね。見せてもらったよ。さすがの立ち筋だ。ところで、あんたゲルドの町に行ったんだろ？今は誰が族長やってるんだい？100年前、私があんなことになって、みんな大変だったはずだけど。でも、私は信じてるよ。ゲルドの民は、どんな災難にも立ち向かえる強い一族だってね。あんたにはいろいろ託しちまってるね。おひいさまのこと、ハイラルのこと、きっとやり通せるよ。なんせあんたは私が知ってる最高のボーイだからね。いつかガノンを倒せたら、おひいさまの話を土産に持って行ってやるつもりさ。あの子の母親に、彼女には立派な騎士がついている。だから心配しなくても大丈夫ってね。ハイラルの勇者は健在だね。相変わらず見事な腕前だ。けど油断するんじゃないよ。
もうおひいさまの泣き顔はお互い見たくないだろう。那还有最后是蜥蜴神兽啊，这边隐藏的对话。相棒、あの若いのに伝えてくれねえか。俺もガキの頃はダルボーって呼ばれててよ。おめえの3倍は臆病だったってな。精一杯働いて仲間を思い、うまい岩を食らってりゃ強くなれるって。そう伝えてくれたらありがてえ。相棒、俺とおめえが出会った時のこと覚えてるか？まさかハイリア人の中に俺が相棒って呼べるほど強え奴がいるとはな。あん時の俺のキョトンとした間抜け面、もしかして覚えてねえか？相棒、いいか、絶対に誰にも喋るんじゃねえぜ。ここだけの話、俺にはどうにも勝ち目のねえとんでもなく苦手な魔物がいる。ガキの頃、そいつの尻尾を踏んじまったら、キャインの後、ってその上、ギャルーだ。牙むき出しのあの顔が、今でも犬馬、いや、そうじゃなくて、トラウマでな。なあ、相棒。おめえはまだ記憶の方が何のようだから、俺とおめえが出会った頃のことが書いてあるあれを読んだらいいかもしれねえな。あれってのはつまり、俺が昔書いて今でもどこかにあるはずの日記のことだ。俺が日記を書くのは意外だって顔してるが、まあ探してみたらどうだ。相棒、また腕試しに来たのか。まあ今のおめえならよ、厄災ガノンなんざきっとひとひねりだぜ。那以上就是各个音节哦，在 DLC 的内容，更多的隐藏对话。感谢大家收看，如果大家喜欢我的频道的话，欢迎大家订阅。我是蔚维，我们下个短片见，拜。